あ、これはね、行くかもしれないですね。行きますか。さあ、時間を使って考えます。リーチ行くかどうかじゃないですか、はい、このね。3ピン切ってリーチを選択だ。チーソーパーソー待ち。まあ、3着目で追いかける立場ですからね。さあ、3社が3万点減点を超えています。トータル1位の園田が苦しめられている展開。難一曲一本馬ドラが三走ドラメンツ完成です。これね、ちょっとこの3節目終わって縦長になったんですけど、この半チャンで大吾がトップでね、園田4着みたいな、こんな感じで終わるとギュッとしてきますからね、また、はい、この4節でまたこの開いたポイントがギュッとしてくると、はい、また最終節が楽しくなっちゃいますね、うん、見てる方は、うん、これもうね、まだ園田の親じゃないけど抑えつけに行きますからね、抑え込み、抑え込みに、うん、はい、もう園田の親とっとと流そうってね、うん、もう今から楽しみちょっとぐらいなんだろう、自分の着順期待値がなんか下がったりとかして、でもなんか園田の、はい、うん、ベンちゃんだけはさせないみたいな感じになってくると思うね。協力ゲームになると思うんですけどね、うん、3人で。さあ、鈴木は自家車のシャアをポンしているところ、ここでソーズ払っていった、ね、思い切っていきましたね、数走切る手もあったけど、もう一気にいきましたね。ドラが3増だからですか。ドラ3増だからなの3増引くならまだ考えるみたいな感じですか。うーん、なんか危なくないですか、数層の方が。ぼかす、ぼかすとかあるのかな、こちらの手です ね。だからぼかさないか、うん、ドラ引きは妥協点に置いてるってことですか ね、 ね、ドラ、うん、あ、役役だから、うんうん、5200ですね、うんうん、6級層使うと安いけど、うん、まあ本一にならなくてもドラを使うと中間打点取れるから、これは一気にいく。もうマンズ引きましたが、進んだとはちょっと言いづらい。ここで数走行きましたね、うん、9万とか白もねちょっと候補にあったと思いますけど、あ、ポン、うん、ローマンポンですね。鈴木です。さあ、これは6級走払った人が、あ、マンズもう余ったんですよね、マンズのいつですって変わったんですけど、ただ自敗も余っていないし、これはなんかあんまり天敗に見えないかな、見えない、なんか、うん、なんかペンチーマンとマンズ下みたいなイメージですよね。今2枚切れてて、うん、ダッキーも入ってないから、なんかカンリャンマンかペンサンマンあたりはありそうな、うん、イメージですね。地合いが残っててね、うんうん、さあ、マンズがもうカンちゃん、ピンズもカンちゃん、いや、テンパってなさそうって言ってもね、大悟の手はそこまで押す価値もうなさそうなんですよね。数層現物だ、うん、まだトイトイも否定されてないからっていうところで、うん、イソよりスーソーになったということですかな、うん。さあ、全順数ピン切っちゃってます、園田、うん、でもチーピンも2枚切れてるんで、まあ、パーピンローピンあんまり持ってる価値がないということですね。さあ、鈴木はいいシャンテン、うん、やっぱりトイトイも残ってるなっていう感じなんでしょうね。数万いった、うん、マンズ分断しちゃってるっていうところとねえ、支配も余っていないし、今多分園田ローピンから切ることもできたと思うんですけど、こちらですね、うん、パーピンが一応一枚切れっていうところでションパイを後回しにしてるんで、ちょっとトイトイの可能性も考えてますね。受けながらチートイツかな、うん、メンツ一つもない園田、うん、マンズが二つこれだけ浮いちゃうときついか。下茶にはマンズに染めている鈴木、うん、で3万
はね本一だったら相当泣かれそうなんですよね。パワー1切った切りましたね、うん、まだパワー1の方が泣かれるイメージが薄いのかなというところですか。ローマン切ってウーマン切ったところですね、うん、ローマンポンしてウーマン切ってるんでなんかカンパワー1かパワー1のシャンポン、うん、3万はペンちゃんが出てくる分より泣かれるイメージが高いってことですですかね、うん。竹内の選択面白かったですね。イーペーコーには取らなかったんですね。ウービンはつもぎりでした、うん、スーピンね自分の目から2枚見えてるだけでしたけどね、ヤンピンが相当よく見えてる、うんうん、ヤンピンゼロですね。ですね。これリーチ行く構えってことですもんね。ダマテンにしたいんだったら関数ピンね、うん、役割の方がいいですよね、うん、さあこちらです。リャンゾースーソーとかでも、うん、リャンゾーはないかスーソーもないか、嘘を引いたりしてもリーチ行くかもしれないですね竹内の手は。ということはダイコドラドラだけどもうね手崩してるんですよね。おお、一瞬手になった。きた。いけるか。ドラの三蔵、三蔵は1枚残ってる、うん、ウーマン3枚も引いちゃった。パーマンはさっき取ったね、これつもぎりですもんねずっとね、ずっとつもぎりでした、うん。まあ、これも竹内が切ってからずっとつもぎり、うん、転廃しない。数万、うん、数万が薄いのかも、うんうん、白を見せたくないとかもあるな。園田もいいシャンテンまで来てます。まあ、マンズどれでやめるか考えてますねきっとね。三層引いた、どう受ける。うわー来た。これ関連ピンに受けるかな。サブローピンはね行きにくいんですよね。サブローピンに受けた、しかも黙ってん、うん、三ローピンが3枚切れてるんでこれはちょっと受け手順っていうか、うん、はい、待ち変えられるっていうメリットを生かしてますね。チーソーとか引いたらリーチですか。ロソ来てリーチじゃダメ。ロソ来てリーチありますよね、うん、ションパイっていうところと、やっぱマンズがこれだけ真ん中で見えちゃうと、あースピンだ、これは正しい、うん、トイトイの方が強く見えてるのかもしれないですね。わー、いやーちょっと手崩してたのに何も大悟苦しいって言ってたのに、うん、3蔵と何ドライ1枚でしたよね。何何って何って何ですか。何は何なん、何なん、山、うん、山にです。さあ、あこれはね行くかもしれないですね。行きますか。これ筋だもんね。これは行きやすいです。ね、あでもパーソーが1枚しかないのか。チーソーはね行ったと思うんですよ。ただこれもね感チーソーよく見えると思うんで行くかもしれないですね。さあ親の大悟からのリーチを受けた一発目、すでに転廃していた竹内サブローピンですが待ち変えることはできます。どう選択するか。ちょっと下目によって手配なんですよね大悟の側ね、うん、3ピンちょっとやだ、ペン3ピンだけなんですよね、うん、3色が、あの234は数万4枚見えて否定されてるんで、となるとでイーソーも4枚見えてるから下の3色になってることはなさそうです ね3色が崩れてるか、うん、さあ時間を使って考えます竹内。あでもそっか、リャンゾーイーソーって出しがおかしいね、うん、ペン3ピンだとね、ダブルメンツとかじゃないとおかしくて、でもイーソーが4枚見えてるの、4枚見えてる、うんうん、リーチ行くかどうかじゃないですか、はいはいはい、この で, でこういう手でなんか4枚見えてって、うん、この想図の上大悟が瞬津で使ってる時って2枚潰してる可能性があるんですよね、678とかで持ってると、うん、そういった場合にを考えるとちょっとねリーチにも行きづらいんですけど、と
ハイエローソー3枚ブロック3ピン切ってリーチを選択だ、うん、チーソーパーソー待ち、まあ、3着目で追いかける立場ですからね、ここはちょっと勝負していいと思いますよ。パーソーだ、一発リーチ一発ペー、うわうらさん、うわドラうらさん1万2000だ、これは竹内は、ね、選択バッチリ、いやこれは闇天にしてたら残念で終わってましたよね、ええ、いや第5のカボがちょっと歪んだか、まあ、そもそもなんか僕関連ピンでリーチとか言ってたのね、言ってました、ね、ロード切っていく、はい、裏ドラ切っちゃったよ上がれてないよ、しかも一発裏3は大きな上がりとなった竹内、トータル3位ですがこれでトップに躍り出ました。